ペチパー会議では皆さんにより快適に楽しく過ごしていただくためにスポンサーのご支援をいただいています。ここでペチパー会議2020をご支援いただいている素敵なスポンサー各社のご紹介をいたします。ダイヤモンドスポンサー、 GMO インターネット株式会社、 GMO インターネット株式会社デベロッパーリレーションズチームはスローガンに真面目にベンチャー、真面目にギークを掲げています。ペチパー会議2020はダイヤモンド社会スポンサーで、イベントを真面目に盛り上げていきたいと思います。株式会社夢見、夢見はスマートデバイスに特化したアプリケーションの企画、開発、運用実績を強みに、最新アーキテクチャを採用した大規模開発を得意としています。デジタルサーカス株式会社、デジタルサーカスはブルーパルに代表される OSS コミュニティの組織文化を日本のビジネス環境に浸透させることをミッションに、数多くの国内外企業にブルーパル導入運用サービスを提供しています。プラチナスポンサー、株式会社ゲームウィズ、株式会社ゲームウィズはゲームをより楽しめる世界を作るをミッションに、ゲーム情報などの提供を行うメディア事業を展開しています。今後は海外展開やブロックチェーンゲーム、e スポーツなどのゲーム関連事業も展開していきます。コネヒト株式会社、ママの一歩を支えるをミッションに、ママ向け Q&A アプリママリを提供しています。月間投稿数150万件、2018年に出産した女性の3人に1人が会員登録をしている日本最大級のママ向けサービスです。ベース、ベースはどなたでも簡単にネットショップを作れるサービスを提供しております。価値の交換をよりシンプルにし、世界中の人々が最適な経済活動を行えるようにするをミッションに、80万店舗を超えるショップ様に安定したサービスを提供しております。株式会社カオナビ、業界シェアナンバーワンのクラウド人材管理ツールカオナビの開発提供をする HR テクノロジーカンパニーです。社員の顔や名前、経験、評価、スキル、才能などの人材情報を可視化し、最適な人材配置や抜擢といった人材マネジメントをサポートいたします。ゴールドスポンサー、株式会社スタジオアルカナ、 GMO ペパボ株式会社、ピクシブ株式会社、株式会社ショーケースギグ、シルバースポンサー、株式会社ハートビーツ、合同会社天窓、株式会社タンバリ、ハミー株式会社、株式会社イノベータージャパン、EC キューブ、サイボーズ株式会社、弁護士ドットコム株式会社、株式会社財務、株式会社カルテットコミュニケーションズ、合同会社グレストリー、アンドファクトリー株式会社、株式会社ラクス、株式会社プレックス、プロジェクトイクス、株式会社ビビルド、ファインドキャリアーズ、ドキュレイン。
スポンサー各社のノベルティやフライヤーなどが皆様に受付でお渡ししたバッグに入っています。ぜひご覧ください。続いて各種企画やノベルティにご協力いただいているスポンサーのご紹介です。 T シャツスポンサー、エキサイト株式会社、株式会社イノベータージャパン、株式会社フュージック、デジタルサーカス株式会社、株式会社OK ウェイブ、コーヒースポンサー、株式会社フレックス、ランチスポンサー、エキサイト株式会社、ハミー株式会社、ペチパー茶会スポンサー、 GMO インターネット株式会社、ブーススポンサー、ファインディ。ペチパー会議はスポンサー企業各社のご支援により運営されています。ご支援ありがとうございます。技術コミュニティへ積極的にご支援くださっているメンバーの皆様にも深くお礼申し上げます。そして参加者の皆様、今年も多くのスポンサーにご支援いただけたのは、皆さんが昨年のペチパー会議を楽しみ、その楽しさを SNS やブログでシェアしてくださったおかげです。本当にありがとうございます。来年の開催のために今年もその楽しさを SNS やブログでシェアしてください。ペチパー会議2020は皆様の発信があって初めて完結します。それでは皆様、ペチパー会議2020をどうぞお楽しみください。